負けないようにデイトレするために心がけていることは何でしょうか。間違ったと思ったらすぐ切るが一番大事ですかね。デイトレにおいて手を止めないっていうことですね。手を止めない、思考を止めない、パニックにならない、これが大事だと思います。今の運用資金は何パーセントぐらいですか。何の何パーセントですかね。資産ですかね。今ポジションがだいぶ昨日落ちてましたから23億ぐらいの買い越しだったんで、まあ売り買い合わせるともっとあるんですけど、全部の金額の買い越しがいくらかでまあ考えたりするんで、それだと23億だったんで一時よりだいぶ減ってますね。まあ相場が多分危ないとか下がるとか思うと自然と買い越しの量を減らしてると思うんで、23億っていうのは最近の自分の中では少ない方なんで、まあ少ない時に下げたんで、まあ大型株を多分売ってたからそうなったんで、まあ良かったと思います。めっちゃ負けましたけどね、多分今日も何千万か、もっとかな。ああ、まあ何千万単位ですけど、負けてるんですけど、大きく下げた時は負けるっていうのは、この今の自分のスタイルだと必然なんで、大事なのは、どっちかっていうと僕は指数が下げて負けるのは、今の自分のその買い、中心のステイロングで持つスタイルだともう当たり前なんで、そこはもう当然割り切って、大事なのは日経が前下げた時に高値からマイナス4億ぐらいになったんですね。なのでそのマイナス4億より、今回日経がもし前の安値より下げた時にマイナス4億より、助かってたら自分の中ではそれで満足みたいな感じです。その時点でマイナス3億しか負けてなかったら自分では嬉しいって感じですかね。はい、なかなか伝えにくいんですけど、でもその同じ、じゃあ日経平均とか、マザーズ指数とかが同じところまで下げたのにマイナス5億とかなってたら、それは実力不足だと思って、何かしらしないと、何かしらダメだなみたいな感じになります。要するにその下げた時のダメージを どれだけ少なくして上げた時にたくさん勝つかみたいなスタイルで今やってるので、全体がめちゃめちゃ下げた時に負けるのはもう仕方がないんですけど、そのマイナスをいかに小さくして、で上げた時のプラスをいかに大きくするかみたいな感じでトータルで勝つみたいな感じです。負けなければおのずと勝ちになるの意味は、まあその負けなければおのずと勝ちになるみたいなのが自分のまあ座右の銘みたいなとこあるんですけど、まあ、これ座右の銘っていうか自分で勝手に作ったんですけど、株をやってる人って勝つことばっかり考えてるんですね。勝つことしか考えてなかったりするんですね。で負けること考えてないんですよ。やっぱりこの株上がると思って当然買うじゃないですか。だから負けること考えずにやっぱりやりがちで、ただそうなると、そうなるから負けた時に損切りできなくなるんですよね。下がった時にどうするかを考えてない、勝つことつまり上がることを考えて買ってるから、下がった時にどうするかを考えてないから損切り遅れて、その時考えるから手が止まってしまったり固まっちゃったりするんですね。で、その価値を増やす作業っていうのと負けを減らす作業っていうのはどちらも同じなんですよ。プラスにするっていう、価値につなげるっていう点ではマイナスを減らすこともすごい大事なんで、でマイナスの要素を全部取っ払っていけばおのずとプラスのやつしか残らなくなるので、なので常にマイナスのことを、僕はマイナスを減らすことをどうやったらマイナスにならないかとか、どうやったらリスクが少ないかとか、そういうところのばっかりを見ていって、でそこを消していったら価値だけが残ったみたいな、価値だけが残るよみたいな感じです。なので買うときに上がるだろうと思って当然買うじゃないですか。ただ万一下がったらどうしようっていうのを常に考えて、買う前から考えておく。そうすることによって下がったときに冷静に対処できる。そういうふうに負けることを常に考えて、負けを潰していった方が、実は勝ちには近いんじゃないかっていう考え方。一流の投資家の定義があるとすれば、テスタさんはどのように定義しますか？勝ち続けてることじゃないですかね。最初勝って、本当にいい時期に始めて、すごいスピードで勝ったけど、全部なくしたっていう人って、実はめちゃめちゃいるんですね。今は本当に2013年ぐらいからそんなすごい下がった相場ってないので、まあ去年下げたんですけど、すぐ戻したんで、一番怖いのは、その、すごい大きに下げてから、下げ相場がスタートしてもずっと上がんないみたいな、何年も上がんないみたいな。それ昔あったんですけど、そうなった時でも生き残らないといけないですし、それでもちゃんと勝ててる人は一流じゃないですかね。デイトレで最近マイナス続きで落ち込んでおります。何かプラスに転換できるコツなどありますでしょうか？スミスさんのデイトレを僕は見てないので、わかりようもないんですけども、まあその基本は、マイナス続きということは自分が勝ったところで売って、自分が売ったところで買えばプラス続きだったわけですから、何かしらその自分の取引を見直して、なぜ逆の売買をしたら勝てたのかを考えて次に生かすしかないんじゃないでしょうか。
はい。まあ単純に考えるとそういうことで、自分が負けてるっていうことはその逆をしたら勝ってたわけなんで。テスターさんは駆け出しの頃にスキャするとき、1日の目標額、目安など決めて取り組みましたが、ちなみに今は？ああ、駆け出しの時は、目標というか、なんかすぐそういうのに考えたりしがちだったんですけど、まあ意味ないなと思って辞めるようになりました。なので今は全然ないですね。まあもともとそのスキャって言っても、その日自分の考えが合う日もあれば合わない日もあるわけで、なので例えばそれで1万円プラスになったらやめようとかやっちゃうと、1万円プラスが上限になっちゃうので、勝てるときはたくさん勝って、で負けるときも必ずあるわけですから、なのでどこどこプラスになったらやめようみたいなのは逆で、どこどこマイナスになってやめようはまだいいと思うんですよね。相場と今日合ってないっていうことになりますから。でもどこどこプラスになったらやめようってやっちゃうと、本当はもっともっと取れてたかもしれないのにそれでやめちゃうことになるんで、調子いいときはそれを伸ばした方がいいですし、調子悪いときにどちらかというと切った方がいいわけですから、なのでどこどこ目標みたいなのは上には設定しない方がいいと思います。今年の成績、株式で250万円利確できたのですが、資金500万円前後であと一歩で1000万円超えてきません。自分としては資金管理と早く大台を超えたいと焦りに原因があると思います。資金管理で大切なことを教えていただければ幸いです。まあまずいくらみたいなのを目指してやっちゃうとめちゃめちゃ危なくて、例えば今じゃあ500万ありますと、でそこでじゃあ600万目指しますってやっちゃうと、600万で利確しちゃうわけじゃないですか。それはもう勝手な自分の資金の切りがいいところとか目標値になったから利確とか、その株を本当に利確するかどうかはチャート見て業績見てとか、その株が今からどうなるかで決めるべきなのに、自分でそういう金額を決めちゃうとやり方が狂っちゃうんですね。なので1000万になかなかいかないとかってなっちゃうと、その1000万を目指すためにあと200万だとあと200万どれで勝つかとか、あと100万だとあと100万どれで勝つかみたいなことを考えちゃうんですけど、それはとても危険で、どうせ1000万になったってやめないわけで、そこからも続くわけですから、なんか自然に超える方がいいと思うので、今できることをコツコツと目の前の最善を尽くしてやるのがいいと思います。もっとパチプロとどこかで拝見しました。相場にもパチスロの期待値理論みたいなものはあるのでしょうか。パチスロは期待値で立ち回りますが、相場では負け続けです。相場の期待値の出し方などあればヒントをいただければ幸いです。パチンコとパチスロの勝ち方っていうのは、期待値があるところを、長いこと打ってトータルでプラスにするっていうのが、まあ、王道なんですけども、ただ、まあ、株とかも、まあ、何でもそうなんですよね。別に商売っていうのは、当然、いい月もあれば悪い月もあるんですけど、トータルでプラスになるような業種をやってないと、どこかで破綻するわけですから、ただ、トータルでプラスになるやつやってると、じゃあ、かき氷屋やってますので、夏はめちゃめちゃ黒字です。でも、冬は赤字です。でも、トータルでプラスだったら、から、やっていけますみたいな感じで、なのでトータルでプラスにすることが大事なんですけども、それが、期待値があるかないかっていう表現をするんですけども、パチンコとかスロットはそれで勝てるんですけど、それはまあ、相手が機械なんでめちゃめちゃ簡単なんですね。機械はその決まった動きしかしませんから。でも株とかそういうのは相手が人間なので、機械じゃないのですごい複雑化して、期待値って言ってもパチンコとかスロットっていうのはもう1円単位で期待値が計算できたり、もう数学で計算できたりするんですけど、株はそれができないので、その分難しいとは思うんですけど、でも考え方としてはそういう期待値が大きいところを狙っていって、それを何度も取引するっていう、僕の場合も6割とかぐらいしか勝率ないと思うんですけど、6割を続けていけばトータルプラスになるでしょうっていう考え方です。なので期待値で考えるのは悪くはないと思います。